ちょっとハーネス経過速報の様子をご覧いただこうと思いました。このままでいいんだけどな。余ってるだけぐらいでいいよ。しかもなかなか熱そうなのが来ますよ。今新しいチップスが来て一瞬でなくなるっていう。オッケーオッケー。これ山積みされるんだよ。Thank you, Aishane. Thank you. 山積み。結構な。これでも多いじゃんね。十分で、ね。日本人基準だ。So 20, 30, 50. Thank you. Thank you. 場内だいぶ騒がしいですけども、レストランまでちょっと食べ物も紹介しようと思って。これ声が入るかどうかちょっと微妙ですけどね。今はまあね、これで広いの。私が別途今これのインサートを撮りました。これね、なんでしょうね、チキンカツ的なやつですね。ヒレカツ、ヒレカツ、ビーフ、いや、チキンですね。チキンカツ、チキンカツに、野菜とチップス。チップスはもうやめろと言ってこの量。それもあるんですけど、はい、ので、でそちらの萌さんご夫婦のケーキ、これケーキ、オーストラリアの有名なラミントンっていうケーキですね。何ですかね、まあ、バニラスライスって言って、まあ、これでも本当はもうちょっとパイ生地なんですけど、今日はちょっとパンみたいな生地ですね。で、こっちもオーストラリアで有名なジェリースライスですね、うん、はい。何度今度って20ドルしないぐらいだったと思うので、こっちがそうですね、10何ドルですね。あの日本が外食が安いからあれなんですけど、まあ、今まして円が弱いからですけども、うん、まあまあこっちとしては良心的な価格だと思います。そうですね、はい、試しこのグレイビーソースっていうのも、まあ、オーストラリアではちょっとね有名な。そうね、あの、うん、これかけなかったら 何味で食べるんだ。あとはチキンパーマっていうと、この上にチーズを乗っけてトマトソースを、あとハムを乗っけたりとかするのが結構メジャーですね、はい。ここの席の方来られたんで、この価格終了。はい、もういいです、もういいです。レーシングジャーナリスト。Oh, right. In Japan. Yeah, I'm Ron. Welcome to America. Thank you. Good to see you. Welcome, Mark. Thank you.いただきます。なんかもっとカチカチな感じかと思いきや、意外とちゃんとしてる。あ、本当ですか。うん、美味しい。まあだいたいちっちゃいケバ場の食事ってそんなに選択肢はない。確かに。で今日も遅い時間だったんで、チキンカツか、フィッシュ&チップスの2択ぐらいだったんですけど、大体そんなもんですよ。大体そうですね。ないところだと思う。本当にハンバーガー1択とかの、ハンバーガー、あとサンドイッチですねとかの上は結構ありますね。そうですね、確かに。走行する間にもレースはやっていきますんで。あ、これ今、あ、これ今リプレイ、これはさっきの3連続予想しながらお互い食べましょう。はい、予想のしようがないんですけどね。そうです、
でもやっぱこのアーリースピードとかじゃないよ、要はやっぱり。そうですね。No, yeah, I'm from Japan. あとはもうあれですね、本当は PAB のサイト、ウェブサイトあるじゃないですか、うん、あれ見ると大体こうティップが出てるんで。はい、それオーストラリアか。あ、そうなんですね。ここから関係者エリアです。お邪魔してます。マジバ。interested in all this stuff? Yeah. Not much different than the Gallop is a lot of this. Oh, okay. This man over here is the man who makes it all. A lot of it, makes a lot of it. Sells it. Oh, he makes it. He tries to make a profit. We're doing a bit of a video. Oh, yeah.この辺のギアとかちょっと違いますね。Bit different than throwing a saddle on a gallop. Mm. Mm. ブリンカーの形から。ブリンカー。お、コマコマしてます。あ、本当に本当そうですね。全レースを買った。三番の。はい、三番の。はい。三番の。お世話になった。感謝ですね。はい。結構ね、この競馬場細かいスポンサーずっとついてますね。あ、でもなんか同じ感じの。スポンサーもいるし、他の広告出してる FSR の人間しか見ないかな。FSR とか僕らもお世話になってます。あ、本当、あの、そうですね、マッサージ機入れてます。He's used to it. これが、この馬車のタンデムもあって、はい、あのオーストラリア旅行の時は井上オークスが乗せてもらった。あ、そうなんですか。横に乗るんですよ。横に2人乗れる。これの、あ、これに2人乗るってことですか。あのシートが2つ、あ、ついてるやつ、お客さん絶対用のやつがある。あ、そういうのがあるんですよ。 There'll be about 100 horses right at the end of the day. Some will be gone now, of course. Oh, yeah. No, he's cut, see you now. Probably $3,000 plus. They're all modern, light. 1個30万らしいです。サルピー？はい。私は今フロントシートの方に乗せていただきまして、こちらの運転手のティムさんと2人で、これから発送を迎えようとしています。